皆さんこんにちは。この動画シリーズはビデオブロックブラッガーの高度な編集テニックのチュトリアルです。特に詳しく知りたい項目があれば YouTube の公式チャンネルビデオブロックブラッガー日本公式からより詳しく説明したチュトリアルをチェックしてください。今回の動画ではオーディオの再生速度を変更する方法についてご紹介します。事前準備としてはメディアライブラリーから再生速度を変更したい音声ファイルを下部のタイムラインにドラッグ&ドロップします。元の音声素材を確認しましょう。タイムストレッチをクリックしてタイムストレッチを選択してください。リップル編集の状態でクリップの端をドラッグ&ドロップする場合はビデオコンテンツの延長と短縮です。つまり動画、音声のカット、トリミングができます。タイムストレッチの状態でクリップの端をドラッグ&ドロップする場合はビデオコンテンツの変更はなく、ただ再生時間が変更します。動画、音声のスロー、倍速再生ができます。オーディオクリップの先頭を左に、または末尾を右にドラッグ&ドロップしたら、音声の再生時間が長くなり、音声をスローにすることができます。変速された音声素材を確認しましょう。オーディオクリップの先頭、または末尾をクリップの中央にドラッグ&ドロップしたら、音声の再生時間が短くなり、音声を倍速再生にすることができます。変速された音声素材を確認しましょう。ツールバーにある速度タブをクリックします。音声の速度を変更する画面が表示されたらプリセットの速度を選択して音声の変更ができます。変速された音声素材を確認しましょう。設定完了後、適用ボタンをクリックしてください。ご不明な点がございましたら、いつでもビデオブロックブラッガー日本公式チャンネルにお問い合わせください。